は何もやるわけではないので後半の部、そろそろ始めていこうかと思います。後半の部、トップバッターコロビア捻挫さんの、大神楽そろそろ始まろうかという分かったの分かってるから出てるでしょ。はい、では準備も整っておりますのでコロビア捻挫さん、お願いします。はい、お待たせいたしました、大神楽でございます。今日はですね、大神楽っていうことなんですけどね、大神楽とうとうね30年目に突入しましてね、30年ですよ。で私がね、ありがとうございます。でいつから始めたかっていうと28からなんですよ。足し算してください、いくつになりました？なんて顔せずに単純に28+30は、大きな声でどうぞ、65。これはい、ということですね、58なんですね。私まだね、パッと見るとね、もう60いっちゃってるように見えちゃうかも分かりませんけど、まだ若いんですよ。で今日はですね、せっかく30年突入しましたからね、なんで私が大神楽やる羽目になったかというのをねお話しして、最後は摩擦に帰っちゃうかも分かりませんけどね。ということですね、このまだアンクル殿がですね魚町にあった頃なんですよね。であの頃ね、私まだ学生の頃から入り浸ってましてね、でしばらく就職でして名古屋に通ったんですよ。で1年半ぐらいして、こっち持ってきちゃったんですね。とにかく名古屋でいるとね、すぐお金なくなっちゃうんですね。だいたい2週間でだいたい生活費終わっちゃうんですよ。これはしょうがないと思ってね、帰ってきたら今度は魚町のアンクルトムにね入り浸られてね、まっかしお金はなくなっちゃうんですけどね。で、第1回の小市民寄せやるときにね、今後ろで着替えてますけどね、ヤンデーさんがね、今度見に来たら小市民寄せ、うん行ったら行くよ、じゃあ見に行くから、で1週間ぐらいして行ったんですよ。そしたら今度お前やってみないって言われてね、でだいたいお酒飲んでるんですよ。その頃はもう半分ね、あの頭の中こんなになってますから、いいよっつって、で次の年はですね、何やったかっていうと、この座布団をひっくり返したんですよ、ね、あの高座の座布団をひっくり返す。まああの頃は若い捻挫さんですからね、髪の毛も黒々とふさふさしておりまして、そんなことやってましてね。で結婚しまして1年半ぐらいね、あの天狗園からさよならしたんですよ。名古屋にまた住んでましてね。でこの天狗園っていうのは冷たいぬるか暖かいぬるか、なんていうんですかね、1年半私は向こうにいた間は何の連絡も来ないんですよ。どうしてるかも聞かない、ね、昔携帯ないですからね。で私も何にも言わないと。だからね、あの、まあ、この天狗連のいいところっていうのは、あの来る者は、まあ、拒まず、去る者は追わずということでね。だけど新しい人が入ってくると拒まないんですよ、ね、一番大変なのが慣れては巨匠のイブリにどうやって耐えるかということでですね、前ね、あの中国駒のジャグリング役が一度だけ出たことあるんですよ、この富寄せに。もう次から来ませんでしたね。打ち上げでだいぶブチ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 ってね、あの大きな体で大きな声でね言われちゃいましてね、それからもう一度も来たことがないんですね。彼はどうなっちゃったんでしょうね、その子は、というような感じでね、あったんですよ。で1年半ぶりに帰ってきましてね、まだこの時のアンクルトムは今度はあのここにこの方の向こうのね松橋小学校の横にある時なんですよ。でその時に、この小市民の打ち合わせしてましてね、誰かね、あの大神楽でやるやついないかね、大神楽で、私があのお正月にあれですよね、あのスター隠し芸なんか大会ってあるじゃないですか。その時に堺正彦か誰かが多分傘回したんですよ。そんなの芸能人できるんだからできるわけないよっていうことで私がやることになったんですよ。でそれからが大変ですよ、傘ね、ここにありますけどね、今こんな傘がね、これ傘見ていただきますとね、これは大神楽用の傘なんですよ、ね、こんな傘ありませんでしたから、どうしたかっていうと、まだまだその通りのね、あの広小路っていうのはいろんなお店があって、下駄屋さんがあったりとか、和傘を売ってるところがあったんですよ。でそこ行って、やっこ傘っていうのがあったんですね、どういうのかっていうと番傘みたいなんだけど、あの周りが藍色っていうんですかね、が塗ってある、そのやっこ傘を買ってきましてね、で練習したんですよ。できっと回るだろうと思ってね、
で、今やっちゃうとあれですか、これ一番最後ですからね、傘は。で、回してますよね。で、こうやって回してるんだけど、気になりますよね。で、だん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 顔が近づいていくんですよ。で、ここの竹のところが最後、私の口のところにパチンと当たって、ここから血がダラダラ出たというのが最初の頃なんですよ。ということでね、そんなことやりながら、大神楽がね、やっと30年ですね。自分よりもね、人生半分以上大神楽やってるんですよ。大変なことなんですよね。ね、落語はあんまりやりたくないですね。期待もされてないと思います。ということで、成田屋市長が何て言ったか、ね、僕らのこと、寄席の世界で落語をやる方たちっていうのは黒い字で書いてあるんですね。で、色物の人っていうのは赤い字で書いてあるんですよ。ということでね、この色物で、特に市長が言い方は、お前は天狗連肉体派だと、体で勝負だとね。で、自分のことは俺は知性派だと言ってるんですからね、本当にどうか分かんないですけどね。そんなことでちょっとですね、じゃあ、そろそろね、大神楽やってきますけど、前少ないと寂しいですね。お皿が落ちても全然楽しくないですね。ということで今日はですね、久しぶりにですね、家まで帰って自転車で来たんですよ。仕事が終わって、ここに荷物を置いて、で、これセットして、誰もいなかったんですよ。私とね、ヤンデさんだけでやったんですよ。分かってますかね、ポスト君ね、どこに行っちゃいましたかね。もう来た時セットしたったでしょう、ね。どうして今日早く私が来たかっていうと、実はこのために来たんじゃないんですよ。うちにね、柴犬がいましてね、で、昨日餌が終わっちゃったんですよ、ドッグフードが。で、しょうがないからそれ買って、で、家に届けに帰るために今日は車を置いてきたんですよ。ただそれだけです。で、久しぶりに自転車で来ちゃったから、もう来た早々ね、生ビール飲んじゃいましてね。だから、普段よりもちょっとこの辺が赤いと思うんですよ。ね、私ね、ビール1杯飲めばすぐ真っ赤なんですよ。はい、ということでですね、残念だな、前にいないのが。はい、ではこのお皿が回ります。よっ。はい、前に一度倒れます。はい、どうもありがとうございます。はい、ということでですね、大神楽始めた当時のね、このやってる皿回しのこのお皿がスタートなんですよ。この八角皿もう30年経ってます。ということで、買った頃にはね、50枚あったんですよ。で、どこで買ったかっていうと、問屋だっていうんですか、市民病院の向こうにありますよね。で、あそこのところに行って、倉庫からこのお皿を買ってきたんですね。で、二締めこうやって下げてきましてね。で、その頃練習したのがどこでやったかというと、アンクルトムがここにこの向こうにありましたよね。で、その隣に公園があるじゃないですか。そこの砂場でやるんですよ。で、砂場でやって回すんですけど、やっぱり落ちるんですよ。で、砂場でやってんだから砂の上に落ちりゃいいんですよ。どこに落ちるかっていうと、だいたい砂場っていうのはコンクリで周り囲ってありますよね。で、落ちるのは必ずそこの上に落ちるんですよ。ということで、とうとうでこのお皿もう4枚ぐらいしかないんですよ。で、このお皿のいいとこは意外と割れないんですよ。木の床なんかにコンと押したぐらいじゃなかなか割れてくれないんですけどね。で、その後探すんだけど、これと同じお皿が見つからない。あと4枚しかないんですよ。どうなるんでしょうね、これが割れちゃうと。はい、では早速回します。よっ。これを上に投げます。ちょっともうちょっと低めから、体がちょっとつりそうなんですけどね、この格好ね。いきますよ。よっ。はい、どうもありがとうございます。で、こうやってましてね、最初はだいたいこのお皿とね、じゃあもう一つ何回そうかな、やっぱし大きいものがいいよねっていうことで、この丼なんですよね。この丼はよく嫌がるんですよ。よいしょ、よいしょ。はい、ありがとうございます。続けてこの丼も宙に舞います。よいしょ。はい、どうもありがとうございます。
ということですね、今日はですね、このお皿3つですね、大きなお皿持ってこなかったんですよ。この間結婚式で起こして割っちゃいましたからね。で、プラスチックなんですよ。だから落ちてもね、バラバラにはならないんですけど、縁が欠けちゃいましてね、そろそろあのお皿がなくなってきちゃいましてね、次は困ったもんだなと思ってるんですけど、はい、次はですね、この曲ごまです。で、この曲ごまを始めたのは、だいたい大神楽やり始めて10年近く経ったぐらいですかね。で、その当時ですね、傘と皿だけだったんですよ。そうするとだんだんね、やっぱしね、毎年同じことをやるわけはいかないなということで、なんかいいものないかなと思ってたら、今のほの国百貨店ね、昔マレーですよね。で、そこに江戸職人店っていうのがありましてね、ただたまたまこの絵コマを作ってる職人さんが来てましてね、で、そこの職人さんから買ったコマですね。だからこれがずっとまだ私の手元で今のところ割れずになんとか頑張ってくれているということでですね、時々でバランス崩しちゃったりするもんですからね、ところどころに鉛が打ってあるんですよ。はい、ということでですね、このコマ使って、で、土曜日に今度の小市民寄せのポスターとか、あとなんか写真何するんだっけ、写真はどうするんですか、ヘルさん、写真はどうするの、今度は売るんですか、ブロマイドで。ブロマイド、ブロマイド欲しい方いらっしゃいますか。あ、いらっしゃいますね、少しはね。ね、でも昔もやったことあるんですよ、そのブロマイドって。で、だいたいあれ10枚でしたっけ、1日ね、出したのね。で、だいくじがついてたから、あ、くじがついてたんですか、そうでしたっけね。で、ね、わあ、いいですね、私は完売、ヘルさん完売ですか、私ね、完売しなかったんですよ。5枚売れたんですよ。で、買った人間は全員兄弟とかね、そういうわけです親戚でしたけどね、残っちゃかわいそうだということでですね、この昨日この撮影に行きましてね、で、傘でこうやってやっても顔しか出ないですからね、そうすると後ろが傘の色しかならないので、このコマやったんですよ。で、最初はですね、こうやってですね、普通にやろうかなと思ったら、この上でこうやったんですよ。そしたらね、ポーズが決まってないと言われてね、だんだん大変でしたよ、昨日の撮影。今から再演いたします。よっ、で、これを回してたら、もっと頭の後ろへ持ってけって言うんですよ。で、こうやって手を開けと、こういう感じで全然どうなってるか私はよくわかんないんですけどね。ただね、昨日から肩痛いんですよ。はい、というこんな感じでですね、このコマはですね、こうやって指の上でも回ります。はい、上に投げても、はい、回っております。このコマはですね、振り駒と言います。で、この振り駒を使いまして、ちょっと上が足りないかもわからない残念だからちょっと寂しい、誰か前3人ぐらい座りませんよいしょ、天井が高いとですね、私の顎の上で回るんですが、今日は低いので手のひらの上でバランスを取ります。よっ、わー、ね、この時に前に3人ほどいらっしゃると楽しいんですけどね。はい、これがですね、弓張りという技になります。はい、次はですね、駒の風車です。よいしょ、よいしょ、はい、駒が逆さに乗ります。はい、一度傾いていきます。置きます。
はい、どん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 肩抜きます。風車のように見えましたら大きな拍手をお願いいたします。はい、ありがとうございます。よいしょよいしょ、はい、はい、これがですね、コマの風車でございます。こうやってですね、このコマも手に入れて、でこれでこのレパートリーが増えたんですね。で、その小市民はその第1回の大神楽の時、さあ誰とやったと思います？知りませんかね。とにかく天狗連で体が一番でかくて声のでかい人、もう分かりましたよね。成田屋巨匠さんですね。はい、それともう一人、小市民はですね、なぜか女性陣の変な、あの変なって怒られちゃいますね。変じゃないですよ、踊りのところに出てくる男性、分かりました。弾みやロック、ということでですね、第1回は、成田屋巨匠がですね、まあ司会者ですね、しゃべりで、で私が芸をやると。でロックちゃんは、ロックちゃんって言ってはいけませんね、弾みやロックさんは何か面白いことをやって笑いを取るという。で3人でですね、どこで練習やったかっていうと豊橋公園なんですよ。で夜な夜な豊橋公園に9時過ぎに行くんですよ。でそこで傘回してたりとか、やっと皿回したりとかするんですよ。そうすると最初はね、変な人だとかいると思ってね、なんか怪訝な顔をして見てる方がいらっしゃったんですけどね、犬の散歩しながら。そうするともう毎日行きますからね、そうすると顔見知りになるんですよ。でね、わーっとなんて感じでずっと見ててね、ほんと見てくれなくてもいいんだけど、まだ下手なんだから。そんなことやりながらですね、見ていただいて、そこで囃し込んで練習やったんだけど、やはり不審者ですからね、たまにはおまわりさんが来たこともあるんですよ。ということでね、変な尋問されちゃいけないので、芸を見せればね、あ、この練習をしてるのかっていうんでね、まあ、すぐ別にお前さん帰っちゃいましたけど、そんなことやって第1回がですね、始まったわけでございます。さあ、ということでですね、コマですね、コマ次はですね、よいしょ、はい、こちらにあります、扇の上で、コマが回ります。つけます。はい、扇の先に渡ります。はい、ここから開いてまいります。はい、どうもありがとうございました。はい、コマ最後になります。コマの綱渡りでございます。ではちょっとこの、糸をですね、後ろの方までずっと誰か引っ張っていただけますでしょうか。はい、ずっとじゃあその辺まで行きますね。ちょっとどこまで行きますか。まだまだ伸びませんか。いっぱい前に伸ばしちゃいます。もう伸びないですね、これいっぱいですね。はい、そうしましたら、じゃあそちらのね、ご婦人、手を出していただきます。手のひらの上に、うまくいけばその上に着地をいたします。断っておきますけど、時々手に穴開きますけどよろしいですか。しっかり手のひらこういう風に開いてください。はい、うまくいくように、よし、しっかり回します。よし、ちょっとだけ緩めていただけますか。これは傾いた、これは持たないかもわからない。ちょっと真剣になっちゃいましたからね、ちょっと降ります。よいしょ、
んでした。今日通り過ぎてしまいました、こういうこともあります。もう次やるとまた失敗そうですのでね、この辺にしておきます。大丈夫です、痛くないですよ。あのこのクマたまに私の頭でもありますからね。今日はやりません。またこの少なくなっちゃっていけませんからね。はい、ということですね、大体おなじみのですね、傘回しでございます。よいしょ。はい、この傘ですね、今はこの大神楽の玉回しの傘なんですよ。これ岐阜で作ってますけど、最初に手に入れたのは、どこで手に入れたかというと浅草なんですよ。浅草の仲見世なんですけどね、私がまだ元宿にある岡崎洋学校というのを勤めてまして、で中学の生徒を連れて修学旅行行ったんですよ。で浅草寺行って仲見世通ったら、たまたま傘屋 の上にこうやって置いてあったんですよ。あ、見つけたということでですね、そこでですね2本ほど買いましてね。でその時お金持ってませんでしたからね、着払いで頼んで送ってもらいましたけどね。よっ、こんな感じがいいですかね。こっち向きでやると私の顔入らないと思うんですよ。はい、それではですね、このマリが回ります。よっ、はい、一度上に上がります。よっ、はい、最近やるのが、ボールを回すんじゃなくてちょっと傘を回してみようということで、よっ、よっぱ、よっぱ、よっぱ、はい、ありがとうございます。これがですね、やっと最近ですね、できるようになってきたのが、よっぱ、はい、どうもありがとうございます。はい、次もですね、ボールですけどおなじみのですね、キッチンボールです。これもだんだん傷んでまいりました。そろそろ新しいのを買おうかと。よいしょ、よいしょ、よいしょ、おお、残念、いけませんでした。はい、次はですね、ザルです。よいしょ、暗いままですね。もうちょっと向こう行ってください。ナレーションを起こしたんですね。こっちですね。よいしょ、はい、いいですか。じゃあそろそろ行きますよ。よいしょ、カメラを意識するとダメですね。こっち向きがいいかもわかんないですね。よいしょ、おおおおお、取れません。取ります。よいしょ、ここでこんなに手間取るとは思っておりません。じゃああれはこぼれるかな。うまいですね。今度そういう風に言います。ザルはこぼれるから。よいしょ、まですね。よいしょ、今日は絶不調ですね。これはやめます。はい、大神楽も最後です。和でございます。我が回りましてですね、本日お集めの皆様が、我が広がるように、これでしくじるとダメですね。我が広がなくなっちゃいますよ、今日は。よいしょ、よいしょ、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。最後でございます。一生マスです。一生マスが回ってですね、本日お集めの皆様が一生ますますお元気に、活躍いただきますように回します。
頑張ります。そろそろ本番目指して頑張らなきゃいけないですね。大丈夫ですか？ウサギですか？大丈夫ですか？あのね、ウサギちゃんね、ちょうどいいとこいました。なんかお腹の中になんか2世がいるんだって。ねえ、あの昇進予想どうするの？出るの？出るつもり。本当に大丈夫なんですかね？はい、拍手が起きるもうしばらく待ちます。よっ、よいしょ、はい、どうもありがとうございました。大カメラでございました。どうもありがとうございました。